荒木十歩荒木十歩から1944年9月11日は日本画家長崎県大村生まれ本名友永定次郎旧大村藩士友永平蔵の子として生まれる郷里では金庫と称して絵を描いていたが1892年に上京荒木漢歩に指示翌年養子となり画号を十世に改める 1895年日本美術協会会員、1897年日本画会、創立に参加、その主任幹事となる。1901年東京女子高等師範学校講師、1903年第五海内国官境博覧会で、法上、1904年セントルイスバン国博では、金杯を受ける。1905年漢方一門の画塾読み画会が、設立され、 運営にあたる。1907年文典解説時には審判に対抗して、聖波動司会を組織、幹事長となり、第一回転不出品の挙に出た。翌年の第二回転から審査員となり、官転の重鎮として活躍する。1910年日英博覧会金杯受賞。1919年、助講師教授を辞す。1922年日連合会が転。 開催、1923年帝国美術院、会員、1931年シャムにわたり、日本美術展を、開催、1937年、帝国芸術院会員となる。晩年画質を多いぞ、さらに、箱根線石原に移して、制作に打ち込もうとしたが、心臓麻痺により急成。去年73、法名は、介護院伝十世日賢工事。墓は、 新宿区の清林寺。いわゆる旧派の代表的人物と目され、技術変調で伝統を牧手した画家だと思われがちで、ある。確かに初期の作品はそうした傾向にあるが、十世は死急前進主義を掲げて伝統を基礎とした新しい日本画の創造に取り組み、象徴主義的作風から、やがて精神性を強く打ち出した優美な絵画世界を構築した。弟子に、 西沢敵保、森白穂、長田春水、亀割隆、木本大化、松久急行、小林観南寺、湯原柳宗など、ありがとうございます。